ごと一発始めます、今日はですね、間が空いちゃうと喋ることが多すぎて何から言っていいか分かんなくなっちゃうんだよね。なんでもう4個か5個あるけど、その中からスパンってもう、みたいな来たものから言うわ。まずはじゃあカツ丼来た。カツ丼の話聞きたいでしょ。カツ丼屋を俺はまあ年内にオープンさせたいなと思ってて、カツ丼屋今やってんのはとんかつ屋だけど、カツ丼専門店やっちゃっていいんじゃないかなとか思ってて、まあまずはとんかつ屋でカツ丼を提供してどんぐらい答え返ってくるのみたいな試しでやってもいいと思ってる。だけどまあよくよくは年内にカツ丼専門店をオープンさせようとしてます。まあこれもね、いつも言うようにやりたいなとか思ったことは口に出すと、それって夢じゃないんだよね、だけど夢は叶うじゃないけど叶うんだこれ、毎回俺言うだよいろいろ、失敗もあるよ。サッカー大会でいきなりビリになっちゃう、優勝するぜっつっていきなりビリになっちゃうこともあるんだが、しかし言わないことには始まらない。だから有言実行ですよ、マジで絶対やるから。なんでまあそのつもりでいるってことだよな、一つ一つの仕事とか。まあサラリーマンと大きく違うのは一つ一つの仕事が命がけ。まあ彼らもまあサラリーマンの人たちも命がけだと思うんだけど、まあ一つのプロジェクトがあったとして頑張りました、命がけでやりました、だけどミスっちゃいました、契約できませんでした、だけど給料もらえるよね。俺の場合って一つの目標があってやりました、店やりましたでもいいんだよ。だけど売り上げなかったら潰れちゃうんだよね。固定給もらえないから。だからそこら辺の不安定なところで、だからいつもそうは言うよ、サーフィンはいいよって、あれ波の上、こんなゆらゆらするところであんなかっこいいことできるって最高じゃん。だからそんな感じなんだよ飲食店とかって、案外グラグラよ。だっていきなり物が高くなったとか、玉ねぎとか一玉今200円するんだよ誰が想像したっつって、で今油、うちで言う大豆油、まあ言うけど一斗缶3200円ぐらいだった、2年前3200円、今6000円するの、倍じゃん余裕で。もう超不安定グラグラ状態、そこにコロナとかも来たと。それでもまあうまくいってるまではいかないけど乗りこなしてはいるよね。潰れてねえから、溺れてねえから、死んでねえから、なんでまあみんなそこはやっちゃっていいんじゃないかなって思うんでね、みんなにも金がないとか、そうじゃないんでね、金なんていくらでも。俺の友達で美容室をオープンさせたやつが今年の1月2月でオープンさせたやついるんだけど、そいつ金なかったけど普通にお金借りてたよ、日本金融政策高校から。だからそこに日本金融政策高校に行く何っていう勇気なんです。ちょっとしたね、ちょっとの勇気、そこ行ったら借りれるよ、大体のやつ借りれるよ。そいつは別に不安定な状態じゃなくて、まあもともと美容師さんで、まあ店長とかやってて、そこからの独立なんだけど、いいじゃん。その勤めてたっていうのとかさ、あればさ、簡単に店とかできるんだよ。ちょっとした勇気があれば。だから俺はやりたいなと思って。で、まあ大体の人が今の俺のこのとんかつパンパンの業態、まあ11時オープン2時まで3時間しかやらないと。で夜は完全予約制とか言って、めっちゃ遅刻くなみたいな思ってると思うんだけど、そうなるようにその3時間で決めるように、あとは夜の予約でここの店がまあ儲かってなかったら潰れちゃうじゃん。それでも3時間でも可能にしたん、今は可能になってる。だからここで別にあぐらかくわけじゃないんだけど、こっからさらにガンガンっていくためにもカツ丼やるしかねえなと思って、めちゃめちゃね今ねやる気に満ち溢れておる、そんな感じなんだよね。
だから、まあ、全国のね、うまいところとか教えてくださいって言ったら、いろいろ来て、ここ行ってみ、あっち行ってみって。だから一つさ、大阪の難波とか、いやー、ちょっと大阪の難波まで、とんかつ食いに行け、カツ丼食いに行けねえなとか思ったんだけど、まあやっぱりそこすごいんだよね。その教えてくれる人が、この YouTube 見てと、うん、作ってるところみたいな。貴重なな、YouTube があって、まあ、22万回ぐらい回ってたけど、あの名店のカツ丼が YouTube で作り方教えておるみたいな。で、それ見て、俺、思ったのが、あ、俺のやりたい、とんかつ、カツ丼、嫌じゃねえな、と思った。で、その人が、まあ、割り下とか、返し醤油っていうのを、カツ丼には、かけるんだけど、それを作ってるところから始まるんだ、その動画。で、アク取ってるんだよね。うちのカツオはさ、とか、粗いからさ、とか言って、アク取ってんだけど、で、その店38年やってるのね。もう、38年って言ったら、まあまあすごいじゃん。で、その大将がさ、ずっとやってるわけよ。うん。で、そのアク取りながら言ってたのが、やっぱり、最初からの継ぎ足しなんで、味は毎日変わりますとか言って。だけどですね、30年を過ぎたあたりから、醤油が丸くなりましたって。長えよ、お前。醤油が丸くなるまで30年かかるの。そのとんかつ屋、俺には 100% は無理じゃね？俺、まあ、その人と作り方、同じにしても、違くたとしてもだよ。醤油の返し、こうやってアク取ってる時に、丸くなるまで醤油が30年かかるっつったらさ、俺今43でしょ、今度9月で30年で73でやっと、はあ、醤油が甘くなりましたって言わねえよ。そんなね、そんな長いスパで考えてねえよ、マジで。うん。だからそこはちょっと却下というか、まあとんかつの形自体が違うと、うちで言うところのとんかつもさ、すげえ進化してるというか、変わってきてると思うんだよね。うん。だからうちで言うとさ、まあ、塩で食べるとんかつっていうのを歌ってますと。うん。まあ、ソースもあるよ。けど、まあ、まずは塩からどうぞっていう。これがまずさ、もう、普通じゃない。うん。そうでしょ。かつやとか言ってさ、まずは塩からお願いしますとか言われねえだ。うん。そういうチェーン店でも、ああいうところはメジャーなことをするじゃん。ごくごく普通のことをするわけじゃん。うん。だけど、俺はその普通なことをするつもりもないんだよね。もう人間的に、あいつ普通じゃないよねって言うじゃん。思うじゃん。見てて思うでしょ。だから普通のことをしても、普通の人に負けちゃうの。うん。42年間、普通じゃなく生きてきました。そいつがやろうとしてること。普通じゃないの。うん。42年間、俺とタメのやつが、普通の、人生を歩んできて、で、普通のカツ丼屋をオープンさせようとするんだったら、それはそれでいいんじゃないと思うけどね。だけど、俺がここに来て、いきなり42年目を境に、よし、これからは普通で行こうとか言い出したら、ちょっと無理なんだ。そういう歩み方してないし、普通の勉強が足りてない。全然足りない。普通じゃないんだ。だから、とんかつ屋でも、それも塩で食べるもそうだし、まず、皿にレモンがないと。揚げ物にレモンかける文化っていうのがまずダサいと思った。普通に。うん。衣を揚げてる揚げ戦士からしたらね。揚げ職人からしたら。いや、なんで俺たち超頑張って揚げたもん、いきなりレモンかけて殺してんのって思っちゃう。とんかつとかで、その油が切れてなくて、ちょっとなんつうの、とんかつの衣がベチャっとかなってたりしたらさ、それムカつかない？だけど、それをやってるわけよ、みんな。それはムカつくのに、レモンかけてべちゃらせるのは悪くないのって、それ違うでしょっていう。うん。だから俺はレモンとか乗せてないんだし、レモンとか乗せてるところとかは、もうその不安定の材料、まあ食材、さっきも話したけど、もうレモンだっていきなりこんななって超高くなっちゃったとか言ったらさ、やりづれえじゃん。それでさ、ちょっとレモンちっちゃくなったらさ、いやー厳しいんだろうなとか思われちゃったりしてもムカつくじゃん。うん。だから、その、
本末転倒、うん、これはね、まあ、友達の YouTuber が言ってたんだけど、ただ言ってたのを聞いて使いたいなと思って今言ったんだけど、だけどちょっと意味あると思うんだよね。レモンの本当の意味ってなんだよって、それはとんかつにかけるべきなのかとか、唐揚げにかけるべきなのかとか、それが違うんじゃねえかみたいな、うん。俺ね、レモンって、レモンと塩のミックスが一番合うのって、うん、俺豚じゃなくて魚なんじゃねえかなって思うな。うん、寿司屋でレモンと塩で食べる寿司とかあったの、何回か食ってんだけど、お、まあそのものによってね、そのネタによってなんだけど、ちょっと炙ったやつとかさ、炙りサーモン、うち塩もう乗っかっちゃってるんだよみたいな、そしてちょっとピッて垂らしてくださいみたいな、うん、うまーみたいな、なるんだ、なるんだ。だからとんかつが塩とレモンではない、とんかつは塩でいい、うん。まあだけどソース王道、うん、いやソースうち言わねえよ、うん、継ぎ足しでソース毎日作ってますので、今日ちょっとソースの調子が悪いんで、ちょっと開店時間遅れました、すいませんとか言わねえ。ソースはちゃんと仕入れてるから、中屋パン粉から、中屋パン粉よくチェックしとけ、もうミシュランとかとんかつで取ってるの全員そこだから、うん。だけど今すぐに先生、中屋パン粉のパン粉くださいって言って、とんかつやろうと思ったやつが、カツ丼やろうと思ったやつが行っても無理です、はい、無理なんですよ、無理です、お付き合いはできません、うん。だけど俺それさ、そのさ、いきなりやばいハードルっていうかさ、塀を乗り越えたんだよね、壁とか、うん。だって俺2年前はさ、とんかつなんて触ったことも作ったことも揚げたことも一回もない男が、とんかつ屋やるんだっつって、パン粉はどこだっつって、中屋だろっつってなったんだ。だけどやっぱ言ったよね、電話したよね、うん、無理ですって断られてね、いやうちはちっちゃな会社なんで、そうデカデカと、うん、風呂敷は広げられないんですよっつって、まあ昔からのお付き合いあるところととかって、商売を細々とやっていこうと思うんでみたいな綺麗な断られ方したんだよね。だけどそこでも俺はまあしがみついて、まあ、手紙書いたり、うん、自分の気持ち何回も届けて、まあちょっと心打たれたみたいな、お付き合いしましょうってなったんだけど、まあそういうタイミングもさ、やっぱ大事だと思うんだけどさ、まあそこで掴んだパン粉、うん、そこで掴んだソース、そこで掴んだ大豆油、打ち粉、あとラード、うん、全てそこの中屋でやってる商品をと俺は商売する、一緒にお付き合いすることができたってことは、それを使って活動やるのもそんな難しくねえなと思ってて、だけどやっぱりカツ丼ももうザ定番みたいな、うん、こんなさ、ちょっと 棒みたいのがついててさ、でここに受け皿みたいのがあって、そこに割り下と出汁入れて、玉ねぎ入れてちょっと煮詰めて、そこに揚げたカツ入れて卵で閉じる、蓋するみたいな、うん、そのザ定番みたいな、それまずしない。カツ丼で言ったらまず俺玉ねぎ使いません、はい、まずいきなりで卵閉じません、みたいな、カツ丼そんなんで成立するの、するんだよ、するんだってマジで、それをまあ実現させちゃおうかなっていう、うん、スタイル、うん、誰が高級パン屋ここまで売れると思った、うん、だって一気に800円1000円しちゃってさ、だからさ市場の5倍ぐらいだよ、うん、誰が市場のいつも食ってるパン、みんながパン屋で買ってるとか、うん、普通にね声優でもさスーパーでも買ってたパン5倍の食うようになると思ったよ、思ってないやろ、うん、だからあれってさ、まあ普通人間からしたらさ、ありえへんみたいな、なんでやねんみたいな、正常石井じゃんこれじゃんみたいななっちゃう、うん、高いみたいな、そうじゃねえんだよ、だけどそこら辺の常識っていうのはぶっ飛ばせんじゃねえかなって俺超思ってて、だからカツ丼でもまあ
病だね、うん、まあやっちゃおうかなと思ってる。だから興味あるやつむしろ働きたいみたいな、やっちゃうみたいな、俺カツ丼でミシュラン取りてとか言っちゃうみたいな、やろうぜみたいな、そういう感じで俺仲間集めたいな。うん、やっぱり商売しててやっぱり仲間は大事だよな。うん、みんなでのし上がりたいじゃん。俺一人でのし上がろうとか別に全然考えてなくて、うん、むしろ、うん、まあそうだな、うちの店とかで行ったらな、うん、ここの店だったらお前が主役だし、あそこの店だったらお前が主役だしっていう、まあそういう感じでやっていきたいね。まあここの店俺が主役じゃなくてもいいよ、うん、主役はお客様。おへかっけえしたい。そうそうそう、まあそうなんだよね。まあだけどまあマジでそこはちょっとあって、お客さんが喜ぶ顔を見たいとか元気になるかつ飛ばした姿を見たいっていうのがまずテーマだから。俺これ一番最初の方の動画500本も前になれば、まあ俺のまだうぶな優しい、うん、頭いぶったなんか調子こいたこと言ってると思うんだけど、その時から多分言ってると思うよ。うん、だけどそこブレてないから、うん、確認じゃないけど、うん、同じこと何度も言うよね、うん、自信ある、うん、まあだからレストランを作りたいみたいなこと言ってたと思うんだよね、うん、そう、ちっちゃな子からまあじいちゃんばあちゃんまで、まあ老若男女、ほら老若男女、うん、ここら辺の幅でさ、うん、それでやりたいなっていうのあったから、うん、まあ普通に全然まあブレてねえな、うん、まあ本当主役、うん、お客様が主役、それでいいと思う、うん、ここ9席とかしかないから、うん、本当にね、しのぎを削った予約の取り合いとかこれから勃発するかもしんねえけど、応援よろしくお願いします。まあそうだな、まあ俺のやりたいカツ丼はちょっと違うね、うん、みんなが思ってるのと違うと思う、うん、でまたなんか高いんでしょとか、うん、言うのかなみたいな、だけどそこはちょっと変えていこうかなっていう、うん、カツ丼で使うロース、うん、はちょっと今使ってるとんかつで使ってるものとは違うもので、うん、そこに一手間加えてちょっと、うん、新しいことに挑戦しようかなっていう、うん、その一手間はまあちょっと今日はいいや、まあ後々ね、うん、このカツ丼談義が2回3回って続くようなら、うん、話していこうかなっていう、その一手間をね、うん、まあだけどそれってさ、まあみんなはわからないことなんだよね、うん、それは、うん、俺も揚げ方を教えた人がいる、うん、その人が今カツ丼でぶっ放してる、とんかつ屋がカツ丼屋やりたいっていう人に教えたの、揚げ方を、うん、うちのマルセロを生かしてさ、うん、教えてこいっつって、それで2日ぐらい行ったかな、うん、丸2日、うん、教え込んでそれで店始めてみたいな。いや最初もう揚げられる人一人もいなかったからその店、うん、だけどマルセロが教えて揚げられるようになって今めちゃめちゃぶち上がってる、うん、カツ丼屋、うん、だからその人はね俺にパン粉屋とかを紹介してくださいって言って、で俺はその中屋パン粉紹介したりしたんだけど、まあ、そういうさ、まあ貸し借りじゃないけどさあって、だけどこれってみんながみんな俺がするかっつったらしなくて、まあやっぱりさ今まで見てきたこの普通じゃないやつの人間なりに人とは接してきたいっぱいの人、みんなよりも多分接してる人数、友達だとか言えるやつとかめちゃめちゃ多いと思う、倍の倍の倍ぐらいいると思うよ、うん、の中でやっぱり多くの人見てきた中で、ああこの人やりそうだなとかさ、やっぱ自分の中でさ決めてるわけよ、うん、でそういうのがあったから俺はその人とああちょっと応援したいなっていう気持ちで、まあ仲屋紹介したり上げ方ツール教えてきてあげてって言ったりさ、うん、だからその人はさすげえ俺に恩感じててくれて、それでちょっとカツ丼やりたいんですけどつって、ちょっと教えてもらっていいですかつったら、
いや、マジでこれ誰にも言えないでくださいよと。うん。後藤さんだけだよと。で、まあ、いろいろ聞いたんだけど。で、まあ、その店は、まあ、今週？うん。来週か。来週とかテレビ出る。うん。やっぱテレビでかいよね。まあ、さらに、うん。やばくなると思うけど。うん。まあ、それの店さ、来週さ、一般の人、まあ予約した人とか、まあバーって、まあまあ予約でもう全部バッチバチに埋まっちゃってるんだけど、3ヶ月先ぐらいまで。うん、カツ丼屋か。うん。けど、知り合い枠っていうのが2時半からあって、そこ後藤さんと、うん、マルセロだったら全然来てくださいっていうんで、月曜に行こうと思ってるから。まあそれはそれでね、ちょっと一本動画撮って、俺やりたいのこのとんかつだから、カツ丼だからっていうのは、ちょっとみんなに教えていこうかなって思ってる。うん。なんで、まあ、俺誰々と付き合ってっから超やべえとか、そうじゃなくて、まあどんな付き合いしてるかが超やべえんだよね。うん。そこはマジでちょっとチェックしとけよっていう話だよね。うん。やべえやつなんていくらでもいるけどさ、そいつとさ、うん、2、3年に1回メールして帰ってくる仲とか言ったらさ、それ大した関係じゃねえじゃん、そんなの。うん。意味わかんねえじゃん。うん。そいつの電話番号知ってるだけとかさ。やばいやつの芸能人のとか、うん、そんなんじゃねえしみたいな、そういうやつと、まあ自分が見てやべえなってやつとどれだけやれんのっていう、うん、そこが一番問題だからさ。なんで、まあ今日もね、まあちょっとカツ丼だけになっちゃったな。本当はさ、イケアとか、うん、船橋のイケア行ってそばとか見てて、みなんじのそばいくらすんのみたいな、まあ大体IKEA にあったソファーは6万ぐらいから、まあ、20万ぐらいで、俺がいいなと思ったのは20万だったんだよね。まあだけどみんなのさ、ソファーにかけるあの値段とかってどんな感じなのかなっていうのとちょっと聞きたくて、調査とかしたくて。やっぱりね、そういうね、普通の話もしたいんだよね、本当に。まあだけどちょっとまあできないから、まああんまりさ長くなりすぎてもなとか思ってて、うん。まあ、この動画っていうのはなんか移動時間にサクッと聞ければいけないぐらいだから20分ぐらいだな、まあ、大体移動とかな、うん。まあ、もっと長いの欲しいってやつはまあコメントに長いの欲しいっつって入れてっつって、もっともっと入れてっつってそう言ってくれたら俺だってやるからさ、危ねえ、それ危ねえ、うん、だけどやっちゃうから、もうそうそうそう、いやーもう入れ墨背中もう決まりました。あー話してーなー、俺の家が完成するか、その前に背中が一面バチバチ完成するか、どっちが早いんだよって、もう決まったんだよ、絵が。うん、不動明王、うん。調べておいて、不動明王。どういうやつだろうね。何のそれ、神様かと、うん。神様なんだけど、あのね、神様の中でも、まあ一番上、もう最上級の神様って、どういう人かっていうと、もう完全に無。無、もう、楽しいも、悲しいも、怒るも、ない。そういうのない。全然ない。もう、無。これが一番強いとされてるみたいな。神様、そういう感じか。だから、もう、悲しまないでとかじゃなくて、喜ばないでとかじゃなくて、無、みたいな。それだけでむずいじゃん。そういう、俺が、神様が、俺の背中に似合うかって、その無を入れたら俺がずっとなんかまあ無表情になっちゃったら辛いし、無とか言ってそれちょっとつまんないからやめようっつってなって、もっとなんかやんちゃな神様っていっぱいいるの、うれうれーみたいな、うん、そういう感じの不動明王っつって、でまあ歯とか生えてんだけど、こっちの歯が上向いてる、こっちの歯が下向いてて、うん、でこっちの目が上向いてて、こっちの方が下向いてて、でこっち天国見てて、こっち下見てるみたいな、でまあ神様だからまあふざけたことしたやつが、まあ、いっぱい来るじゃん。すいません、とかで、助けてください、とかで、ああ、したい、こうしたいよ、お願いします、とか言ってくるじゃん。その時、大体、だからその、神様の上級ランク神様とかだと、無、とか言って、無になりましょう、みたいな、そんな感じなんだけど、俺の入れようとしてる神様は、もうやんちゃスタイルだから、てめえ、マジ舐めてんだろ、みたいな。お前、ちょっとまず一回縛るわ、みたいな。紐とか持ってる。うん。それで、お前、ちょっと、舐めてるから、ちょっと、って言って、それで、ちゃんと地獄も見ながら、こっちの目で言えば天国見て、おめえどっちかにぶん投げちゃうよとかいうタイプの、不良な
感じの神様に、まあそういう方がいいじゃんと思ってて、うん、でやっぱりその怖いから、その神様ちょっとイケイケで強いから、あの刀とか持ってて、剣みたいな、お前舐めてたらやるよみたいな、うん、でこっちの手にはまああのお金とかで、そいつら縛り上げるためのなんか縄とか持ってたけど、俺こっち側マイクロフォンいっちゃおうかなと思って、 MIC ゴッパみたいな、手話のゴッパいっちゃうよみたいな、コードにしちゃおうかなと、この紐じゃなくて、うん、俺もうその舐めてるやつはもうコードで巻きつけちゃおうかなみたいな、うん、チャーシューにしちゃうぞっつって、ブエーっつって、うん、チェックワンツーっつって、もうそれでいいかな、うん、神様でマイク持ってるやついねえからね、うん、だけどさ、まあなんだろう、まあありきたり普通って言うともう絶対決まってるのよ、うん、素質が着てる着物は無地じゃなきゃいけないとか、まああの車輪がついてるあの着物とかあるんだけど、まあそれ鉄板ですよみたいな、うん、で岩の上に座ってなきゃダメだとか、まあいろいろその入れ墨とか神様のその普通はあるんだけど、そこはもうちょっと変えていこうかなっていう、うん、本当に俺が着てるその着物にガルフィー描いちゃってもいいかなみたいな、犬ワンみたいな、まあ暴力団のこともあるし、まあだけどやっぱり俺の中でそのラップやってたっていうのも響かしたいっていうか、まあ、書いてある通りで、まあみんな響かしたいんだよね、後藤一発っていうのは、まあそういう思いもあり、まあマイクロフォン持っちゃってもいいのかなみたいな、そういうのね超やりたいんだよね、うん、だからそれもちょっと不動明をちょっとチェキっといて、うん、マジかっけえから、こういう感じでね、うん、なんかハンヤとかまたちょっとそれもむずいなとか、ドラゴンとかそういうのも嫌だなとかちょっと思ってて、まあ俺はそっち行こうかなみたいな、神様だけどまあ、うん、まあ半グレの神様みたいな、うん、それが一番自分に、まあ、似合ってんじゃないかなとか思ってやってる。ああと来週 12だっけ、12だと思う、12の木曜、うん、20時、夜8時から2名、目黒の取り付けまたちょっと先取ったんで、まあ行ける人いたらよろしくお願いします。行きましょう。じゃあまた明日もやろうと思ってます。あそうだ、明日はあのポルシェ壊れたんだよ、それちょっと店に行ってくるわ、やっとだ。だからこれ無理だったらちょっと治療費もう高かったらテスラ行っちゃうから、テスちゃう、マジで200ボルトの充電器家の前にガチンみたいな、うん、やるから、よろしくどうぞ。じゃあまたねー。